時代の炎孫策は激しく燃え上がり、そして消えた。後を継いだ孫権は悲しみと重圧に押しつぶされようとしていた。そんな彼を支えたのは孫策の無二の友周瑜である。彼は孫権に代わって兵をまとめ、速やかに江東に引き返す。孫吾の兵は主君を失い動揺している。今曹操とまともに戦う愚を周瑜は知っていた。周瑜は来る曹操との対決のため慶州を攻めるべきと主張。慶州には孫権の仇高祖や劉表がいる。またかの地は大陸の中央に位置し、肥沃にして民も多い。孫権は周瑜の進めるがまま慶州の河口に出兵した。偉大なる父と兄の死、そして突然降りかかった君主としての責務、この厳しき現実から孫権は未だ目を背けていた。私はとても兄上のようにはなれない。周瑜が指揮を取ればいいのだ。周瑜様、太子寺様、それに姫様、皆誰のために戦っているとお思いですか？それは孫策様のためなどと寝ぼけたことはおっしゃらないでください。皆他でもない、あなたを盛り立てるため必死に戦おうとしていらっしゃるのですよ。そうだったな、目が覚めた。伝子、私のそばにいてくれ。私が逃げそうになったらもう一度頼む。ええ、お任せを。どうぞ皆にお声をおかけください。孫権様のことを皆案じていたのですから。孫策殿は俺の恩人です。だがその恩義に報いる前に言ってしまった。だから俺は弟君たるあなたを支えます。それが一番の恩返しになるでしょうから。姫様は強いお方です。立ち上がって前に進もうとなさっている。若、いえ、これよりは殿とお呼びすべきですな。後悔。殿のためわしらは命を懸けて戦いますぞ。まずはお父上の敵討ち果たしましょう。郊外殿にとって殿は三人目の主君。孫権様は長生きしてくださいね。申し訳ござらん殿、若いので口の利き方がなっておらんのです。よし、河口の河口の地図を書こう。よし、河口の河口の地図を書こう。最地にあふれた周瑜殿、勇猛な太子寺殿、
まだまだ我らには優れた人材がおりますな。父は高祖の配下カンネって男に殺されました。この戦おそらく奴も出てくるでしょう。俺は必ず父の仇を討ちます。領土巨匠以来皆意気消沈しています。だからこそこの戦いは絶対に勝たねば。作人様のことは悲しいけれど泣いてばかりもいられない。私は賢人様を支えるって決めたんだから。将校ありがとう。すっきりした顔をなさっている。先ほどまでとは別人のようだ。皆の者進軍を始めよ。孫権様の仇高祖を討て。行くぞ父の仇高祖を討つ。みんな私に力を貸してくれ。この太子市議の力存分にお使いください。孫作殿の夢我らで叶えましょう。罠を支持している敵将がいるようです。その者を倒さねば被害は広がる一方かと。さあここで決める。俺と勝負だ。始めしろ。実を避け今日を撃つ。敵の手薄なところを攻めるのだ。この戦場には俺の父の仇もいるんですよ。そいつだけは俺が倒します。下がるな領土。皆と協力して攻めるのだ。これが我ら孫悟の戦だ。ここで決める。この良い顔つきになりましたな。わしも一安心です。孫権様のお力信じていました。あなたに守られる私たちは幸せ者ですね。この周後期力を尽くしましょう。決める。
姉様、皇祖様より陣に戻れとのご命令が。うん、たぎってきたとこだってのによ。仕方ねえ、勝負を預けとくぜ。いや、大久保さん、頑張ってますね。俺も少し本気を出すとしますか。報告、不審な部隊を発見。南東の軍船に向かっている模様です。味方本陣を攻撃する気でしょうか。出航前に叩いておきたいところですね。親の仇なんです。ここは譲ってください。落ち着けるよと、冷静さを欠いては勝てる者も。おいおい、ずいぶん勝手な言い草だな。二人まとめてかかってくりゃいいだろう。私はもう逃げません。孫悟の皆のため、未来を切り開いていきます。過去の勝利は孫悟に大きなものをもたらした。優勝関寧の参入、古参の師と若き将の団結、そして彼らを引っ張り守ろうとする孫権の決意。以後君主として目覚めた孫権のもとには有能な士が集まった。孫権は彼らの意見をよく聞き、長江の南に確固たる勢力を築く。そんな折、袁紹を下した曹操が南下を開始。慶州を飲み込むと
孫権に狙いを定める。開戦か降伏か、決断の時は迫っていた。殿、曹操のごとき陥没に下ってはなりませぬ。まともに戦って勝ち目はありません。降伏すべきです。曹操からの降伏勧告、劉備からの共闘以来、こんな時父上ならどうするだろう。兄上なら、降伏、共闘、どちらにも利があると私は考える。だが私は孫五郎、皆の力を信じている。よって未来を見据えた決断を下す。我らは劉備殿と結び曹操を討つ。以後降伏を唱える者はこの机と同じ運命に遭うと思え。